はい、こんにちは、ピカです。今日ね、グランツーリスモ7でルマンに来ています。そして今日は何をするかというと、このね、凶暴な車、多分ね、今まで存在したレーシングカーの中で一番凶暴だとね、皆さんが声を揃えて言うグループ C カー、その中でも乗る前に遺書を書かなければいけないぐらい大変だったと言われているこの 962C ですね。そしてこの車、一体ね、予選では何馬力出てたかわからないほど、一説には1000馬力オーバー、1500馬力ともね言われているこの車、なんとストレートスピード400キロ超えていたというね。それがね、あまりにも恐怖だったため、ドライバーにはね、速度計をつけてなく、最高速を伝えていなかったとも言われているね。聞くとびっくりしちゃうからね、みんなね。そんなこのね、本当にやばい車、これのエンジンがね、どんなになっていたのかっていうのをエンジンシミュレーターでね、やってもらいたいっていう要望がありました。というのはね、本当にこうエンジンスペックは出てるんだけど、最高馬力どのくらい出てたか分かんないわけよ。でね、グランツーリスモでもその辺がね、最高馬力のところがね、なんかあまり再現されてなくてね、どのシミュレーターでも謎だったんでね、私がエンジンシミュレーターでこのエンジンを完全に再現して、で論理的にどのくらいの馬力まで出せてて、およそ安全マージンを取るとこのくらいの馬力だったんじゃないかっていうのを、超リアルエンジンシミュレーターを使って検証していきたいと思います。はい、まずはこの車、軽くね GT7 で乗ってみましょう。どんな車だったかやっていこう。データシート上の数値からね見ていきたいと思います。この車、グランツーリスモ上は800馬力設定ですね。 3496cc、 3.5 リッターの800馬力 V8 エンジンですね。車重が900キロっていうね、 F1 はねもっと軽いんですけど、本当に軽くて馬力があるっていうね、そんな車になっています。そして空力的にもね、まあ、タイヤがねこうカバーされてた方が空力的には有利で、 F1 よりは最高速が出やすいと、そんな仕様になっています。そしてね、グランツーリスモ上だとブーストがね変えられなくて、これね予選と決勝でねブースト圧が全然違ってたっていう話で、予選はね1000馬力オーバーとも言われていますね。でグランツーリスモ上は中回転ターボのねタービンが変えられるみたいな感じで、こんな感じでね中回転型のターボをつけると1000馬力になるっていうね、そんな仕様ではあります。まあなのでちょっと一回ね、この1000馬力仕様で乗ってみてどんな感じなのかっていうのをねやっていきたいと思います。はい、それではやっていこう。ハンコン、今日ロジクールですね。ロジクールがついております。 DD のロジクールの DD ですね。これがねいいんですわ。何がいいってね、振動がね、路面の振動がもう振動が再現されてる。おお、凶悪な馬力だぞこれ。ブーストメーターあるね。ブーストメーター一応あるんだよ。このメーターが2つあって、もう右側、左側がねブースト系なんだよねこれ多分。ほら、1000馬力仕様にするとブーストどのくらいまでかかるのか、そこに注目ですね。ブースト 1.25 ぐらいだね今。はい、ここからねストレート、昔のシケインがないバージョンになるので、最高速まずはトライアルしていきたいと思います。音速入ってブースト、おおすごい、 1.5 以上だね。 1.6、 1.7 ぐらいまでかかるのかな。レッドになってるところが 1.85 ぐらいか。412、418、400キロも出んのこれ、やばくない。425、426、1000馬力で400キロオーバーだね。あーダメだこれ。あそこが曲がれない、あそこが曲がれない。今うまく足回りのセッティングとか変えなきゃダメだね。わーやべえわ、死んでるわ死んでるわこれ。はい、ということですごいよね、すごいことない。
いやだから1000馬力でもこれで1500馬力ぐらいあったって言われてるからどうなんだろうっていうことで、まあ実際何馬力あったかね、こっからちょっとエンジンシミュレーターの方に行ってみたいと思います。はい、それではね、ちょっとエンジンシミュレーターの方を立ち上げてきました。これで再現していこう。これすごくない？これすごくない？ピストン動いてるちゃんと。じゃあね、まあおなじみだと思うのでエンジンシミュレーターの説明いいか。 V8 ですね、4気筒4気筒の V8、 何度なのかっていうデータがねないんすよ。なのでちょっとこう写真をね元に、これエンジンなんですよ、これこれこいつね、これ何度なのかって、これ60度じゃないよね、90度っぽいよね、90度の V8 だね多分ね。こんな感じだよね、ほら、おお、こんな感じだよ、こんな感じ、見て見て見て、ほらこんな感じだ。ターボの大きさがこんなもんなのか、意外とちっちゃいね。90度 V8 で仕様がですね、ボアストロークが、ボアが 85mm のストロークが77、はい、85の77、またちょっと3495、誤差がちょっとあるんだよな、 1cc 足りないんだけど。アルミブロックなのかな、アルミブロックじゃないよねこの時代ね。アルミブロックだ、アルミブロックだった、アルミブロックでした、すげえな、アルミブロックだったんだ、すごいね。ホイールメーカーで作られたらしいこのアルミブロック。はい、ここまではいい。そして DOHC4 バルブですね、ヘッドも、まあ、アルミだったのかな。クランクシャフト中身バラしたところがないからな、ちょっとこの辺が分かんないんだけどね。まあこんな感じだったんだろうね、クランク、どういうクランクだったのかな、この辺の情報もちょっとないっすね、コンロッドの情報もないですが、まあチタンではないよな、こんな感じ、うん、ピストンも削りのピストンかな、うん、薄型の削りなのかな、まあ、ここまではやってないような気がする、こんな感じだったと思うんだよね、歴史的な流れからしてちょっと分かりませんが、こんな感じ、時代的な感じで言えばこんな感じ。圧縮比、圧縮比はねデータあります、圧縮比 8.5 ですね、最初 9.5 から始まって徐々に進化するに従って、まあ、圧縮比落ちてったっていうことは、まあ、ブーストを上げたかったっていう意図があるのかもしれないですね。カムプロファイルとかスプリングのね硬さはちょっと後で調整しますね。可変バルブタイミング機構は当然、まあ、この時代はなかったですね。回転リミッターが、最高出力が7600回転なので多分8500ぐらいまでは、まあ、9000ぐらいまではあったかもしれないね。7600回転で最大馬力が出てたということですね。はい、そしてターボチャージャーが、そうターボがね、これ俗に言うペケロクタービンっていう F1 タービンと呼ばれている IHI 製の RX6 っていうタービンになりますね。1機かけただけでも800馬力ぐらいあって、2機かけだと1600馬力ぐらいまで出せるっていうターボみたいですね。ブーストコントローラーかなタイプで、ツインターボですね、ジャーナルベアリングですかね、ツインスクロール、スタンダードジオメトリーなんじゃないかと思います。あとターボのね大きさなんだけど、この辺がねまたちょっと微妙でしてね、うん、これちょっと後で調整しますね。この RX6 のタービンなんですけど、さまざまな仕様があって、多分アウトレット77とかなんかね何種類かあるんですよ、うん、タービンの大きさが。なのでちょっとさまざまな仕様でどれがっていうのが分からなかったんで、でねブーストが多分さっきやったら 1.8 ぐらい、 1.75 ぐらいか8ぐらいかかってたんで、まあ、とりあえず 1.8 バールでやりますね。インジェクターですね、まあここが分かんねえな、はい、実際のこれエンジンなんですけど、ここインジェクターなんですよね、インジェクターがここにあるので、吸気がこっからして、ここインジェクションだから多分気筒内でもないし、マルチポイント EFI だね、うん、多分そう。そしてスロットルですね、次スロットルがどうなんすか、これツインスロットルだね、これスロットルでしょ、ここが片バンクずつだからツインスロットルだね、物を見て判断するっていうさ、そういう世界になってるわ。
で、マニホールドがツインだね。インテーク、どういうこと？レース。レースっぽいのかな。ああ、こういうこと？マニホールドは、マニホールドが、ああ、まっすぐなんだよね。クロスしてないんすわ。マニホールドが、ほら、まっすぐじゃん。これクロスしちゃってる。から、まあ、どうなってんだ。で、スロットルがこっちにあって。まあ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 。まあ、そうだよね。こんな感じ。こんな感じ。レース。まあ、こんな感じかな。こんな感じでいいっしょ。ね、これだね。マニホールドサイズ。ちょっとわかんないね。このマニホールドサイズは。まあ、一応、廃屋仕様ということでしょ。燃料マップとかは後で決めるとして、はい。こんな感じだね。まあまあ、まあまあ似てるな。まあまあ似てる。まあ似てるんじゃないこれ。ね。こんな感じで。いいじゃないですか。パッと作った感じでいくと、何馬力あんのこれ。1000。やっぱすげえ。やっぱ化け物だな、これ。パッと作って、1000馬力ありますね。やばくない？これ1000馬力。1000馬力っすよ。何これ。ほら。パッと作って1077馬力。8200回転ですね。わお、まあ、1回かけてみようか。どんな感じか。おお、おお、なんかそれっぽい音するぞ。おお、かっこいい。いいじゃないですか。全然いいね。じゃあちょっとこれを予選バージョンにして、カリカリにして、何馬力になるかっていうのを次ね、ちょっと調整していこう。そうか、まずは馬力を出しながら、ちょっと燃料マップとかいろいろ出しといて、タービンを、これ結構でかいね。 AR 比とかいじると、 AR 比ではない、タービンサイズ。あ、結構いいとこ出てんのか。もう単純にインタークーラー、あの容量、はい、ちょっとね、いろいろいじりました。いじって1110馬力ですね。こっからちょっとね、ブースト圧をいじっておきたいと思います。ブースト圧がなんかね、一説によると予選だと 2.5 バールぐらいかかってたんじゃないかっていうことで、ちょっとね、 2.5 バールかけていくとどんどん馬力が上がっていくよ。これやばくない？ 2.5 バールです。1341馬力。ちょっと待って。3バールで1450馬力。あー、もう限界だな。やっぱりでも、ブーストが3バール。1500馬力ぐらいだったのかな、やっぱり。結構もうピストンの限界が、あ、意外と限界来ちゃうんだな。これだから燃料、これがちょっと薄いのかもしれないよね。ちょっと他も燃料系もちょっと、いや、燃料ね、薄くした方がいいって言うんだけど、皆さんね、馬力出るだろうっておっしゃられるんですけど、そういうわけではない。あの、薄いとダメなんですよね。あ、でも薄いとダメだよね、やっぱりね。薄いとダメなんですわ。濃すぎてもダメ、薄すぎてもダメっていうね、いいところがやっぱあって、いや、1500馬力ぐらいかな。あとエグゾーストサイズ、あ、エグゾーストサイズ、もう別に、あ、やっぱ噂通りの感じだね。1500馬力結構限界だな。はい、いろいろね、調整してきました。ブースト圧を 3.4 バール。まあ、2.5 バールぐらいでも結構ね、もう1500バールぐらい出ちゃうんだね。これ以上、まあ、ブースト上げてもあんましょうがないっていうポイントがあって、それで、
このタービンだとだいたい1550馬力ぐらいになりますね。7800回転か900回転ぐらいのとこだね。はい、じゃあちょっとねエンジンをかけていきたいと思います。いくぜいくぜ。おやばい、破裂しそうエンジン。で、ね、3.8 バールぐらいブーストかかるんだけど、やばくないこれ。おーすごい。赤くならなくなったんだけど、ちょっとバグってんのかな、バグってんのかな、これ。こんなとこで走れんの？あ、やばいやばいやばい。色がおかしい。やばいわこれ。おお、はい、ということで、あ、結構もう大丈夫なんだね。あ、大丈夫なんだ、結構いろいろなものが。なんで？ギリギリ壊れないぐらい、まさにレーシングエンジン。これで1500馬力出てんだ、ここで。すげえ。もうちょっとブーストかけられないかな。ブーストマックスにするともうダメなんだよね。すぐできないんだよね。ブーストこれ以上上げられないわ。ブースト 2.5 で1350馬力ぐらいだね。まあだからどうなんだろう。まあだから予選一発、もうエンジン変えてもいいけど、予選1回目はだいたいそうだな、安全マージン取って 2.5、ブースト 2.5、 1350馬力ぐらいしよう。でまあ走りますわ、こんくらいでね。おお、これぐらいだよ、まあ大体。で予選の2回目はブースト上げます。もうとにかく最後もう直線行けっつって、 3.5 です、 3.5 で行けっつって。いや 3.5 はいかねえんだな。そうだな、3だろうな。まあおよそブースト3、3.2 で合ってると思うよこれ。大体なんかブースト 3.2 で1500馬力ですね。もう次元が違うもんな。はい、という感じだったんでしょうね。そして予選終わりまして、まあエンジン乗せ替えだろうな、乗せ替え、ちょっとレギュレーション的にどうなるか分かんないけど、うん、そして決勝はもう、まあ、1.8 から2バールの間ぐらい、うん、だね。で馬力的にはどうなんだろう。まあでもそれでも1000馬力あるもんね。やっぱ1000馬力はね、なんかなんとなくあった気がするね。800馬力ではないなこのエンジン多分。うん、タービンがまあちょっと違ってたかもしれんけどね。まあこのトルクカーブで運転できるのかっていうとちょっときついかもしんないよね。だからもうちょっとこうマイルドな味付けになってたかもしれないよね。このだから予選と決勝でタービンが違ってた可能性あるよね。いやそれできるかどうかは知らんけど、はい、このね吸気側の径をこうね変えていくと、大きくすると馬力は出るんだけど、やっぱりだから吸気側の径が多分、まあ俺ならどのくらいで使うかだよな。まあ70ミリ台ぐらいだよね。70から77の間ぐらいだと思うね多分。69、68とかかもしんない。下手するとそうだな67とか、このぐらいのトルクカーブで使うと、でブーストが 1.8
ぐらい、うん、かな、うん、これで1000馬力このぐらいだと乗りやすいと思うね。6000回転、5000ぐらいからもう急激に立ち上がって、うん、そうだね、6000から6000から7500ぐらいのこの間、このくらいを使って走るっていうのがまあ良かったと思うね。このくらい、この間、このくらい、でその時の馬力が1000馬力ぐらいだったかな。ちょっと燃料がちょっと違ったかもしれないんで、うん、まあこ1000馬力弱、900馬力から1000馬力ぐらいのエンジンだったんじゃないかというふうに推測しますね。なので先ほどね、グランツーリスモ7でやった中型ターボに変えたぐらいの馬力が、まあ、まあ出てたんじゃないかなっていうね。そうするとね、さっきやったように400キロ台だから決勝もね、そんな感じだったんじゃないかと思います。うん、これ乗りやすそう。月があってね、すごい乗りやすそうだよ、この辺ね。はい、ということでエンジンシミュレーターでこのね、謎のね、グループ C カー、日産のね、 Q2CP だっけ名前忘れちゃったんだけどはい、本当にね、謎だったエンジン、まあ大体ね、おおよその推測は合ってると思いますね。多少ちょっと素材とかの違いで1割2割ぐらいはまあちょっと違うかもしれないですけど、こんな感じのエンジンだったんじゃないかなっていうのはなんとなくね、こうシミュレーターで再現できるという時代になったということですね。なので皆さん、この日産のマシン乗るとき、グループ C からね、グランツーリスモで乗るときは1000馬力仕様ぐらいで乗ってあげたらなんとなくこうリアルなんじゃないかなっていうことでやってみたらいかがでしょうかってことで、あーでもこれ1500馬力で走らせたいよね。なんか首都高をちょっとアセットコルサかなんかで再現してちょっとやってみようかね。はい、ということでまたね、これやってくんで、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。じゃあね、バイバイ。